サンドロ・アジナリは現代クレモナのバイオリン製作者。赤く燃えるようなクレモナオレンジのニス、完成された美しさと伸びやかな音色は世界中のプレイヤーに称賛されている大人気の製作家。曲線の美しさには目を見張るものがあり、アジナリ特有の美しい雰囲気を漂わせたバイオリンです。1969年にクレモナのカサールマジアに生まれる。 手で作る仕事に憧れ、14歳で、クレモナのバイオリン製作学校、スキューラ・インテナッツォ・ヨナレイ・ディローティエリア・ディ・クレモナに入学、マッシモ・ネグローニ・バンナ・ザンベリカクシに指示。1987年に、バイオリン製作学校を卒業。そのすぐ後に、マエストロ・ジョバッタ・モラッシが指導する、CEE 学校に入学し、より高い技術を習得し、 1991年に、クレモナに工房を開く。その他、数多くの国内、国際コンクールに参加する。ミティン・ベェウォールド、パリジ、ナキッドのほか、モスカ、バッチニコーバーロ、ドルニー・クビンではファイナリストに残る。クレモナ国際バイオリン製作学校で講師として、ネック専門コースを受け持つ。現在、コンソルツェオ・ロータリー・アーキトテ。 アントニオストラディバリディ・クレモナとアリのメンバーであり、アリでは初期を務める。クレモナ黄金期の巨匠たちからの伝統を受け継ぎ、そして創造性や個性をも重視した楽器作りをしている。彼の楽器の音は全世界のオーケストラや音楽院の教授、学生からイタリア製の中でも高い評価を得ている。ありがとうございます。